次は生える、かゆい、いったかゆい、伸ばすの、今伸ばし中一旦、うんうん、おでこに血が入る、前髪あるのなんか雰囲気出るね。あ、そうだ、9時にあげないといけなかった、うん、かゆい。今からイラストをあげたいと思います。うん、楽しみ。もう YouTube は上がったかな。あ、上がってますね、うん、今からカウントダウンツイートしますね。お、パピがギターを弾きました。傷つけないし、うん、パピちゃん、あ、あの引用リツイートで載っけても別にいいんですか、なんかつなげよっかなと思って。引用リツイートだけでも別になんか普通に支障はない、ツイートにないよね。引用リツイートにしよう、今日から。昨日の引用リツイートして、AKB48 武道館コンサートまで、あと8日、8日、今日は隣でポテト食べてる人がいますね。あ、まだね。あ、ホリホリ始めた。パピホリホリ始めた。アミエ、アミジャガ。落ち着いた、ポピ。落ち着いてなかった。落ち着いた。落ち着いた。ちょっと今投稿中です。エースのピアトマケイさん、ありがとう。綺麗になりましたね。嬉しいです。ピースなのに。エースのピアさん、ありがとう。パピが暴れてました。1位まで62万3898ポイント。すごいね。あれあれ。何？耳掃除。耳掃除？あ。これそうだね、そうだね、ん、おまけやめたら時間節約できる、どういうこと、うん、昨日やってくれたよ、じゃあいいや。どういうことだ、時間を節約、節約する必要がある。エサンペットマキユスさん、ありがとう。減る？あ、全然変わんない、全然変わんない。あれつけるのが1分くらいだから全然大丈夫。食べた？これあと1個食べた、ほんと？ S マペアとマクユーさん、あとあれつけてるのはおまけって書いてるけど意味がちゃんとあって、うん、夢見るの動画で上げてるから、まあ、ある程度夢見るの3人がみんな関わってる方がいいかなっていうのと、あとあのまあその私は武道館の様子全然わかんないけど、まあ、私がこう絵を描いてる間に一方二人はレッスン頑張ってるよっていうことが、まあ、休憩中の二人を乗せて、うん、なんか三人がなんかつながってる感がね伝わればいいかなと思って動画を毎日送ってもらってます。なるほどね、なんかそういうのもあって、あとなんか、うん、まあ、多分20日のばっか上げてたらさ、
ちょっと2人のファンの方もなんか寂しいかなと思って、なんかいいのないかなと思って、あ、じゃあなんか撮ってきてもらおうかなと思って2人に頼んでやってもらってます。朝方だとまたムーさんありがかわいい、ひりきさんありがはた、こんばんは。みんなタグ付けできないね、結構。タグ付け？うん。アクさんありがお花、みなずきに3000点さんありがだるま、ひりきさんありがハート、マクさんありがかわいい。そう、でも編集毎日頑張ってた私偉い私偉いわ。今ちょっと投稿の準備中。もうやったか、つい1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 もう全員やった OK。 で、ハッシュタグを書かなばならぬので OK、できました、一応。みなつきさんです、ありがとうばーん。今配信って書いてたの？私がせっかちで言っちゃえらい？かゆい配信ホツカだけだよ。ここかゆい。ヒロさんありがアイス、みんな今リハ中じゃない？あー、そっか。ワクさんありがだるま。お、ミラーボールが来たぞ。じゃん。ハロウィンナイウィンナイ、武器ナイ、かぼちゃがさっそう追ってるさ。ふほう、ワクさんありがだるま。ジュンヤさんありがハート、ヒラキさんありがハート、ナリアとマクイエさんもありがハート、いっぱいハートありがとう、みんな効果音つきしなたら頭切れて頑張ってさ、ありがミラーボール、もう出た。今日は16期生です。あ、見よう。佐藤、あ、待って、浅井、ななみちゃん、馬内、鈴木くるみちゃん、武藤おり、むくち、ちょっと後でやろうかな。あ、もう動画にコメント来てる。あー、なんかあのタグ付けできない人、ま、タグ付けてたけどいらないか、じゃあいいや。18期生の私の似顔絵も、あ、じゃあ、あの似顔絵送って、あ、写真、あ、自分送っていただけたらいいね。ちなみに名前のとこはあのペンライトカラーがある子はペンライトにしてるんですけど、ペンライトカラーがない子もいるので、そんなとこまでね、ない子は私のなんとなくのイメージで。だからまあちょっと全員が全然ないんだけど、
お、58万人ちょっと縮んだぞ。こんばんは。公式プロフィール、あ、そうそう、今日は公式プロフィールを参考にしました。そう、昨日はなんかさ、公式のやつの写真しかなんか時系、みんな結構イメージ変わってるよね。ノリアとマクユエスさん、ありがとう。そう、イメージ変わっててさ、もう楽しみにしてってん。ゆゆななゆちゃんさん、ありがとう。ちょっと待ってね。ちょっとこのハッシュタグだけ、誰が上に今思い出しているよ。ありがとう。頭にパンのせてんの、これベレー帽のせてます。初代メンバー、どういうこと？初代か、あ、そういうこと。あの、多分エイトは初代とかでは分けないかな。多分エイトはエイトで、まあエイトだけど、ちょっと一気に書くのはあれなんで、もしかしたらまあエリアで分けてるとか。さて、どうなるでしょうか。もう決めてはいるんだけどね。楽しみにしててね。のりあとまきえさん、ありがとう。このハッシュタグはちょっと配信をしながらだと、ちょっと名前を間違えないように確認する作業が大変なので、やっぱり後にしておきます。後にしておきます。はい、後にします。ノリアとマックエさん、ありがとう。なつかはアウト白、どうしてアウト白のペンライトなの。私は特に理由はないですね。好きな色で決めた気がします。あと8が青だしと思って。あばばばあばば、え、ファンの人が決めたわけじゃないの？うん、マトピが決めたよ。うん、1位まで58。あれ？でもさ、ちょっと縮んだよね、やっぱりさっき始めた時より。うんうん、もう最近すっぴんで歩ける女になるのが目標なんですよ。あ、そうだ、つぶやき忘れてた。1回目の配信始めました。そういうトーンなんだね。そうそうそう、ただころさん、ありがハート。ひいれきさんも、ありがハート。面白いね。はじめまして。明日で9月終わるの早いね。この1ヶ月はめちゃくちゃに早かったかも。なんかでも9月とかってすごい早く感じるって言うよね。ありがとう。そう、
そう、ありがとう、ハート。そう、何の話聞いてたっけ。でも今月はさ、私8割入院してたから、もうそれでなんか早く感じたというか、思い出が入院がほとんどだからな。でも9月はそうだね、初めの方で、そうだね、しーちゃんとかと会って、ジョンの旅行。んで、ちょっといろいろやらないといけないことや。アメジストさん、ありがかわいい、ありがとう。アメジストさん、元気なのかい。セナズさん、ありがハート。エースナップアットマクエースさんもありがだるま。美人看護師さん、みんな優しかったな。おいきびバレた。エースのペアさん、ありがだるま。メジストさん、ありがレインボースター、ありがとう。ゆうぎさん、ありがハート。メジストさん、リンボスター、ありがとう。何を大事そうに持ってるの。保冷剤をね、冷やしてるの、ここが。首のここが。入院中、入院、ぬ、男の子とかにはバレてないかな。同級生がいたから、その子は知ってたけど、もちろん同級生がはバレてない。男の子は、女の子の同じ部屋の子だけかな、看護師さんと。じんましんはね、出るけど、かゆい。ほぼバレてないや、バレてるやろ、バレてるやろ。病室全員が知ってたんやで。20日が今から泊まる病室の人全員が知ってるんだよ。今日預かったよ、最初は。だってバレたくなかったんだもん。なんか痩せた気がする。おお、正解、痩せましたけど、多分これからまた戻ると思います。一緒にリハビリした男の子にバレてない？バレてないよ、多分。言うて4人。でも私がね、入院してた病院自体、そんな大きい病院じゃないからね、少人数なんだよね、全体的に。そう。だから、もう女の子にバレてる時点で半分にはもうバレてるね。まさかだとマクフスさん、ありがハート。このさ、さっきからさ、何人かがさ、イケメン男子いたとか聞くけどさ、その答えどうやって答えるのが正解なの。いたって言ったら、いたって言ったっておいってなるし、いなかったら、いなかったって言ったら、いなかったってなるし、失礼な話ですね。本当答えにくいコメントやめてくれ。もうそういうのはスルーしろってやりそう。面白いなと思って読ませていただきました。そう、マジでケーキが悔しかった。お話し会、違う、お話し会でみんながケーキ食べてて、え、何それ。それもうお弁当うなぎだったからね。あとジョジョ園とかだったよ。うわ、こっちも予想してくれないのかな。嘘、嘘。そういう時に限って私は手ないなんて。確かうなぎだったけど、ない、うなぎを見せてる人がいたからうなぎだったと思ったけど、うなぎか肉だと思う。ジョジョ園だった気がする。そんなん初めてだよ。今までお話し会でそんなことなかったもん。そしたら浜ちゃんも同じようにツイッターでショックを受けてたから、あ、仲間がいてちょっと嬉しかったです。退院祝いで美味しいもの食べたの。ミスタードーナツくらいかな。退院祝いだと思って食べたの。そうだよ、ケーキもあったよ。そうだよ、今それを話してるのよ。それを話してるのよ、私は。もう思い出したくないから。ゴキブリみたい。もう見えたりゴキブリ。ゴキブリ。ご褒美は安いとかじゃないの。心が満たされるかどうか、それだけよ。
この話はやめよう。私が思い出して悲しくなるから。あ、明日最初明日ちょっと考えたんですけど、何しよっかなって。ご飯明日ウインナーを作って、で明後日ウインナーも入れたかぼちゃスープを作ろうかなって思います。秒で作れそうだね、ウインナー。そんなことない、そんなことないでしょ。あ、あれか、なるほどね。妹ちゃんお祝いのケーキ買ってくれた。ううん、ミスタードーナツも8かがお金か払って買ったよ。でそれを妹たちにもあげたよ私が差し入れして退院したけど。だからね、3種類食べてたけど結局1個食べただけ。量はまあ別に太るからいいんですけど、あ、逆に3つも食べたくないしね、太っちゃうから。大丈夫よ。そう、私の踊りです。踊り。美味しかったね。うん、今意識飛んでる。なんで眠たいの。うん、戻ってきました。そう、ぼーっとしたくなる時ってあるよね、人生で集中してって、うん、お、充電が。ママ iPad、ママの得意料理はだって。あ、ぐるぐるしてありがとう。ドラちゃんは何してんだろうね。多分ね、別の部屋でねお話してんじゃないと思う。ちょっとゲームしてんじゃないかな。イナゴ食べたことないな。ハートありがとう。明日、うん、自分で今自分の首ひしめてるから私いろいろやらない。ちょっとさ、今日何してた私。ちょっとやることいっぱい。私さ、このやる、この私のこの許容キャパが10だとしたら8割くらい、8、7割をやること決めないと動かないけど、それが10から10を若干超えたりとか、まあ、10出すと私はパーンってなって、逆にやることを一切しなくなってしまう人間だから、で今 9.5 くらいちょっと今自分でいろんなこと今詰めすぎたなってちょっと反省中。もっと計算しておけばよかったって反省をしてます。今 9.5 くらいで今やばいかも。そう、もうちょっとしたらプリンってなる。そう、 0.5 大切にしておこう。まあでも学んだわ。もうちょっとちゃんと考えないとと思って。まあ入院中やることがなさすぎたからその分だね。入院中マジでね、でも入院中の良かったところはマジで規則正しいし、もう生活リズムが一定だから必ずここで休憩時間ができるっていうのがあるんですよ。そう、まず朝起きます。で私大体二度寝するんだけど、6時に起こされるんだけど、で、まあ、6時に起きて目が覚めてる時はその間で本って読んだり勉強をする。そうそう、で本読んだり勉強して、でご飯食べた後に CPM っていうリハビリの機械があって、一生そこを乗せたら1時間くらい足を
上げ下げ機械が、あ、曲げ下げを機械がしてくれるっていう、あの機械にやらなきゃいけないの。なんで6時に起きるの？起床時間が6時から起こされるのよ。体温を測ってくださいって。だからその時間がだいたい、私はあの人によるんだけど9時45分からだったから、で朝ごはんがだいたい8時15分くらいで食べ終わるでしょ。8時から食べ始めて、だそこの1時間くらい空くじゃないですか。またそこでなんか、あ、これは今日はこれやるって決めたりとかするじゃん。で、9時45分から10時45分くらいまで CPM っていうこの機械のとこ行って、で CPM の機械をやってるときはこの勉強をするっていうのを決めてたから、それをやってて CPM しながら、まあ、それか携帯いじる返して、で CPM やって、で CPM 終わってからは10時40分で終わったでしょ。12時のお昼まで時間があるから、じゃあそこではこれしようみたいな、それかもうこの時間休憩しようみたいなのがあって、12時休憩、12時に15分くらいまでご飯食べます。12時半12時25分、まあその日によるけど、まあ、大体私15分20分でご飯食べ終わりちゃったから、たら次のリハビリの時間があの1時半くらいから始まったりとかするんで、それまでまたそこの空間でリハビリが1時間から1時間半やる。それ3時4時3時半とかに終わる。次夜ご飯まで時間があるから、夜ご飯までの時間はこれをする。で夜ご飯が5時15分くらいに出るから、5時食べて、そしたら消灯の10時まで時間があるからこれをするみたいなのを決めて、学校の時間割みたいに必ず決まった時間が空くじゃないから、めちゃくちゃ良かったなと思います。トイック打つ受けますの、え、次のね11月の受けようと思ってます。スノさんありがとう。まだリマインダーくん、スノさんありがとう。そう、そう11月にやるんだよね。11月何日だったかな。これね、11月の20日か、11月の20日のトイック受ける。スノさんありがとう。そう、超健康人間だった。部屋のテレビはあのお金払ったら見れるけど、テレビ自体別にそんな見ないから、な見なすんでした。携帯があるからね今の世の中。スノーさんありがとう。そう、規則正しい生活を強いられるのは合ってると思う。でも私めちゃくちゃストレスでほんとじんましんでましたからねなんかでも確かにそれは良かったんですよ、良かったんですけど、何がストレスだったのかが本当分かんないんだけど、でも確かにねめちゃくちゃ規則正しい時間をこう強いられる。でも私難しい性格だよな。でもある程度決められてる方が私は確かに合ってると思う。学校とかなんか行ってる時はそうだ、うん、そうだ、この点数みんなに報告してほしい、うん、報告する予定はないんですけど、まあ考えてきます。いいやぎさんありがとう。お見舞い行けなくてごめんね。謝ることじゃないよ。お見舞いは誰も行けなかったよ、ちなみに。お見舞い禁止今。いいやぎさんありがとう。いいお金入れるテレビあるのか。いい、ほんとだ。6位に毛利さんがいる。本物いいやぎさんありがとう。今20日しかやってないから。久しぶりにございます。新番組全然呼んでくれますんでぜひいつかお会いできる日を楽しみにしてますこんなアバターあるんだね。呼んでください、呼んでください、ずっと楽しみにしてます楽しみにしてます、呼んでください。あ、ハツ元気ってきた。元気です、お元気ですか森さんお元気ですかあのスヌーさんありがとう。新番組いつ出れるかなってずっと楽しみにしてるんですけど、出れるように頑張りますね、いつか楽しみ。なんだろう、なんかあれだねお会いできる日を楽しみにしてます、いつか。また恥ずかしい。スピン
恥ずかしい。そうですね、楽しかったね。あれだもんね。可愛くなりましたね。嬉しい。照れちゃう。ありがとうございます。そんな何も変わってないんですけど、痩せたんですよ2キロ。毛利さんに言うことじゃないんですけど、2キロ痩せたんです。最近スノーさんありがたるまー。あ、なんでも、あの、うん、そうですね、あの、そうですね、そうですね、そうですね。あ、わかった、アピールポイント一つ。あの、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あのさ、あの、あ、そう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 、そうなんですよ。アピールポイントある、ちょっと待って。私アピールポイントあります。はい、あの、さよなら毛利さんの MC をやっている芸人さんである、あの、霜降り明星さんの靴下持ってます。靴下持ってます。あるかな今。これ私の精一杯出したアピールポイント。そう、せいやさんと粗品さんの靴下持ってます。でもそれは直接言う機会がないんで、ぜひ読んでください。そう、靴下のデザインが、え、ある、そこに、どこが靴下の、この前履いた、この前履いた、最後に履いたのね、退院した日。そう、以上です、私のアピールポイント。ファンなんですか。ここはファンって言ったら出るのに近づくか、どうですかね、どうなんですかね、まあ、ファンかファンじゃないかと言われたら、そうですね、いい匂いする。あ、あとアピールポイントあります。私 AKB で一番足が臭いっていう称号を一回もらいました。あ、でもあれはあまり公式じゃ、あ、そう、見てくる、これすごい、ちゃんとね、見て、すごくないですか。じゃーん、すごいでしょ、ちゃんと靴下の。よし、え、これほら、粗品さんとせいや、そう、そう、これはね、いただいたんだ。すごいよね。で、この靴下関係で私足が臭い。でも一回1位になったんですけどね。そう、名誉ですよ。足が臭いのはね、別にいいことらしいんで、 AKB の中だと足が臭いメンバーは人気が出るらしいですよ。そう、絵が上手だね。ん、絵が上手。ガチのアピールを出してくれるんだね。あ、ありがとう。そう、浜ちゃん、確かね、1位がね、エイトの方はブンブンエイトちゃんは、ね、1位がね、あれだったんだよね、ナナスちゃんだったのかな、浜ちゃんだったっけ、ナナスちゃんだった気がする。そう、いや、今はどうなんだろうね。そうなんですよね、どっちなんだろう。そんな感じですかね。もうあれかな。ないです。それはないよ。ということで以上です。
甘辛いかな。そのくらいかな。あとはそうですね。そうですね。犬と猫と動物が好きです。あ、森さんの似顔絵も描けますよ。森さんの似顔絵も描けますよ。あと寿司屋さん似顔絵描けますよ。今武道館のカウントダウンの似顔絵チャレンジしてるので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。そう、計測器を使ったのよ。そしたらね、一回1位だったんだけど、ちょっといろいろあって、そのあれはお蔵入りになりました。そう、1位だったんですよ。そう、まあ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 。まあ全然臭くないですけどね、私の自分も起きたと思う。うん、あと動画の編集ちょっとできます。しょうもない。うんうん、そうですね。姉妹は足みんな大きいかも。しのたろうあとまくイベント頑張ってさ、ありがたくちゃん。あ、今日も16期のあげたよ。16期の似顔絵でも今日はね、ちょっと3日目目疲れすぎて、目しょぼしょぼの時に描いたから、なんかちょっとあんまりクオリティ高くないかもしんない。あんまし、あ、なんか映る、あ、映んなかった。あんまし高くないかなと思ってる。無意識食べてない、大丈夫。意識はあるよ、意識はあります。え、仲間橋本さんも、うん、チョコミントさんとも楽しく頑張ろうさん、ありがかわいい、ありがとう。拡張を捉えるのなんでそんなに上手なの。上手ですか。そう、16期はセレクションの、あのリハに参加させてもらってたの、マチャリンさんと。あと5分、2分13分2分13分になったらランキング見ますね。ちょっとね、この配信が終わったら一瞬でお風呂に入って明日の絵を描かないといけない。スーさんに、あとアピールポイント、もういないかもしれないけど、愛知のご飯、愛知のお菓子食べたくなったらいつでも買ってこれます。愛知のお土産は任せてください。ああ全然アピールポイント。スーさんありがとう。そう、シルコサンド食べたくなったらすぐ買ってくれます。こういうお土産っていうのはさ、その地方で買えたっていうのがね、いいんだよ。そう、ウイロー食べたくてもすぐ買えてこれる。愛知のあとピオリンチャレンジもできますね。ピオリンがいるんで、ピオリンっていうケーキが崩れやすいから、よくピオリンチャレンジって言って持って帰るチャレンジみたいなのがあるんですけど、九州のお土産何がいいかってやつでまたやってない。本当だ、やらないと。ちょっとちゃんとメイクしとけばよかったなって、こういう時に後悔。誰が見てるか分かんないね、世の中ね。油断すんなよってことが、このさ、毛利さんの本物はさ、おめえアイドルなんだから、たまに人だけ一時も油断すんじゃねえよっていうのをさ、こうさ、神様がさ、私に伝授して教えてくれたことってことかな。教えてくれたってことかな。そうだよね、全世界に発信してるってこういうことだよね。何しちゃいかな。虫食べます。虫は食べないけど、ゴキブリみたいなこの木の実ならいつも食べてます。これはこれ知ってますか皆さん。もう配信終わる時間なんですけど、篠太郎さんありがかわい、シュンゴさんありがハート。
これはデーツっていう木の実です。これはね、美味しいんですよ。あの食物繊維がたっぷりで美味しい、甘いんですよ。これは美味しいです。でも見た目が本当にゴキブリにしか見えないんだよね。これはとても美味しいので、ぜひあのダイエットとかしてる方にも、あの別にカロリーが低いわけじゃないんだけど、ほらあの上がりにくい、なんだっけ、なんて言うんだっけ、このなんだっけ、なんだっけ、これ何 GI って何が上がりにくいんだっけ、血糖値、そんなじゃないなんだっけ、まあでも上がりいいんですよいいんですよ、なんかにいいんだよね。あと砂糖使っていいんですよ。あとこれは脂質が 1.3g しかないから、 100g あたり脂質制限してる人でもいいですね。炭水化物は 71.1 あります。ということでランキングを読みたいと思います。13位、スノーさん、スノーさんありがとうございます。12位、ヒイラギさん、ヒイラギさんありがとうございます。11位、スーさん、スーさんありがとうございます。10位、余裕のないゆうちゃんさん、余裕のないゆうちゃんさんありがとうございます。9位、田所さん、田所さん、田所さんありがとうございます。8位、エースのワンペアアットマーク US さん、エースのワンペアさん、エースのワンペアさんありがとうございます。7位、篠太郎アットマークイベント頑張ってさん、篠太郎さん、篠太郎さんありがとうございます。あ、6位、森忍さん、まだいるのかな、いらっしゃるのかな、ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。ウィピーマン嬉しいです。5位、ノリアットマーク US さん、ノリさんありがとうございます。4位、チョコミントさんアットマーク足草以外のアピールポ、てんてんてん、靴下持ってるよってアピールポイントが1つ、はい、3位、ワクさん、ワクさんありがとうございます、ありがとうございます。2位、ヒロさん、ヒロさん、ヒロさんありがとうございます。1位、アメジストさん、アメジストさんありがとうございます。14位、シュンカさん、シュンカさんありがとうございます。ということで配信をあの、はい、ぜひ検討お願いいたしますか。600万ドルおろすティーブスディーブさん、ありがとうございます、ありがとうございます。パチパチよいしょ、あ、45分だ。ということでありがとうございました。森さんもありがとうございました。さよなら森さん。あ、スペースゴーさんありがとう、お花、じゃあまたね、バイバイ、見てくれてありがとう。